てゴール前エリア内に入っている。マイナスのボールから中央にはつながりません。狭いスペースのところですがうまくボールをつないでいきました FC 岐阜。そしてこのセカンドボールのところです。ただあれだけね、プレッシャーかけてきますんで、はい、鹿児島のディフェンスラインはあの本当にこう気抜けないんですよね。そうですね。近いサイドシュート、最後はディフェンスに当たったでしょうか。そうです、武田ですかね。最後は阿部です。あ、失礼、もう一人選手が前にいました。ちょっとこの位置からだと分かり、確率って非常に高くなってしまうので、相手が浅い時には背後を狙えと。さ、三浦和から北爪、北爪クロス、グラウンダーで通した、松浦シュートブロック、セカンド三浦和義、体張ったシュートへ、最後は松井大輔が持っていきました。しかしここから奪っていってガラフィンヨアピンつなぎます。で松浦から縦に入れて、ここはファウルはないという判定ですが、スローインは横浜ボールです。防ぎました。もう一度長崎、ここで奪い返しました。ワンツーで外、亀が上がっている、イ・ジョンホが上がって一本で入れようというところでしたが、ここ北野さんがやるようなやりたいことを、はい、まあ、いきなりできるわけない、ないと思うんで、基本に忠実にね、はい、ゲームを作るというか、はい、あ、ここは林の足元、竹田が体を割っていく、コーナーキックになります。岐阜ファーサイドに甲斐です。その甲斐を狙うか、甲斐が折り返して、うん、そらしたシュート、ベランテス止めました。よく止めましたね。武田もよく、このファーストセットところからセカンドボールこれ流れて、はい、ね、あのアビスパの選手がなかなかそこのポジションを取れてなかった、はい、フリーで打たれた状態ではあったんですけど、もうセランテス選手を褒めるべきで、右のサイドからクロスボール、宇奈山がフリーで待っていました。もう一度小山津、小山津が預けて、もう一度もらう、小山津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 、最後まで行きましたがシュートまで行きませんでした。1-2から右福岡、オーバーラップしていく石光、中央で1-2のシュート、ここはよくディフェンスに入りました。から始めてますよね、はい、さあ長崎ボール奪って海をセザール、さあこの人キープ力もある、あっとここでボールが一旦置き去りなような感じになりましたが、運び方っていうのは良かったですね。もうシュプレーっていうのから選んでいくと思いますし、右から攻めていこうとしたところでしたが、ここは武田が対応しました。ジタにも上がってきています。さあどこに合わせる、川西は中央だ、流れていく、このボールを追いつけるか、そのままゴールラインを、津田もいる、本当岐阜の選手に当たってセカンドボールはスライディングで馬場が拾ったが、しかし鈴木純、いいボール出ましたよ。松田力ドリブルでここはシュート、甲斐の対応、少し下がりながら下にロングスローを入れていく、前線に行きながら甲斐がターゲットになっていくが、後ろから武田のシュート、ポストに当たる、そして馬場のヘディングはマークの外、すごいシュートでしたね。そうですね、もう一度ご覧いただきましょう、藤田にこのロングスロー、甲斐がターゲットになったこのセカンドボール、ダイレクトだと思うんですよね、はい、目で追っちゃってますもんね、キーパーもね。そうですよね、はい、武田のシュートに対してはこれクロスバーに当たって、すごいですね、はい、その跳ね返ったボール最後馬場ちょっと強く行き過ぎましたね、はい、これはもう本当に自分の持ってる才能を十分出したみたいな、ヤンドンヒョンに対してその武田がつく、ね、後ろには
石原もいるが武田の体に当たって石原うまく相手の選手を塚川選手の良さですよね。今2列目から飛び出しなんですけど、はい、積極的に行ってますのでね。さあ一方の金沢大石もう一度いやしかしこのボールはクリア、そしてマークついてますよね。そうですね、やっぱ個人で打開できる選手に対しては非常に激しくいってますよね。はい、さあゴール前のパス柿田左足懸命のクリア、体を張ります岐阜のディフェンダー陣。この交代のカードも重要な要素になってきますよね。そうですね。さあ前を向けるカーでフリースリー足ハイセーブ、このが詰めるか、このゴールは最後最後は武田ねじ込みましたね。最後ね武田選手ここで入れ替わってしまったんでね、ツイゲンにとっては金沢にとっては5点になりましたけど、ここよく武田選手詰めてましたね最後ね。ここは懸命に反応するんですが、しっかりねみんなでカバー入ってたんですけどね、最後ボール行きれなかったですね。でも逆に本当に武田選手よく詰めてましたね。そうですね、センターバックの選手がここまで詰めてくるっていうのは、ここもこれまでと同じような形でうまく作り上げていきます。クリアするのですバホスには渡らない、そしてカウンターを狙っていきます。前にはビクトル出られません。オルンガ、クリスティアーノも上がってくるがオルンガ自分で行こうという選択。手を上げて川西入れ込んだゴールファーサイド惜しかったですね。流れましたがこれはわずかに枠を捉えません。さあボールをセンターにどうだ、まだボールはルーズになっていて、これは岡山が前に出していきます。はい、松井大輔ワンタッチ、斉藤光輝中に切り込んでシュートに行く、セカンドボール武田でしょう。中にはレアンドルドミ10分2番のゴールで先制、まあ、さんとサイドの、ね、攻撃が多いですよね、はい、そうですね、ここも武田が体を張っていく、はい、そしてクリアしていく真ん中割れるばかりの線キッカー1丸中央のゴールタイムリングまだパーセントタイムリングだ。頼もしい選手がしっかりとこのタイミングで、ね、戻ってきてくれたっていうところじゃないですか、山形としては。そうですね、はい、さあここ読んでいました山形大月、ここ岐阜が再びここも岐阜奪いかけましたが、さあ山岸ドリブル、さあ入れ切り返してシュート、本当さらに前を送って川西がここまで追いかけていく、クロスを上げようというところ、武田が対応しています。ゴール中央この位置から狙う、まだボールを持っている、ゴール前迫っていきますがディフェンスに当たりました。ちょっとギフとしてはこう捕まえきれないような感じに見えます。ゴール前迫っていくエリア内、クロスを入れた石島浜から範囲4手、2人3人で囲む岐阜、岐阜の戻りも早いです。そうですね、新潟の、ね、動かし方もいいですからね、はい、1人で追ってもなかなかボール奪えないので、シルビーニョ、レオナルド抜けた、レオナルド前を向いたヒールで8番のシルビーニョ狙いました。